みんな元気？トウコだよ。今日はリズム練習やろう。リズム練習ね。ここまでみんなやってきたよ。こっから。今日新しいのは、これ。たたった。たたんだ。どうやって叩くっていうと、たたんだ。違う。たたんだ。たたんだ。たたんだ。ちょっとみんなもやってみて。たたんだ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 。簡単だね。たたんだね。こっちが、たあった。これは、たたんだ。こっから一回おさらいしてみよう。忘れちゃったかな？やってみようね。せーの。たん、たた、たかたか、んた、たあ、たんたた、たかたん、たかたた、たたんた、たたた、たあった、たたんた。あ、ついてこれてる？大丈夫？ちょっと念のためもう一回やるか。はい。タンタタタカタカリタタアタンタタタタタンタカタタ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 タンタ。こんなぐらいだよ。タタンタタタンタ。これでね、だいたい4分の4拍子は、まあ、出揃ったかなっていう感じ。シャッフルしてみる？シャッフルしてみちゃうか。シャッフルしてみよう。じゃあこれをシャッフルしまして、みんなできるはず。このあとね、もう8分の6とかね、ちょっとやっていかないといけないんで、4分の4はね、もうね、マスターしてほしいです。これシャッフルするか。これ地味にね、地味に地味すぎるこれ混ざってんのか、これ。ほんでどうなの。よし、シャッフルタイム。シャッフルしてます、今。お待ちください。普通に混ぜた方がいいね。じゃあやっていくよ。じゃあ間にこれ挟むよ。じゃあやっていくよ。はい。落ちた。こうだ。こうだ。落ちた。怖いね、これ。もう読む練習してよ。すぐやっちゃうよ。やってみよう。せーの。たっかたあたたたんたたんたたたたたたたかたかんたたたたたたんたたたたたたたん。むずくね？できた？私ギリギリだった。ちょっともう一回やって。できねえ。はい。たかたあたかたんたたんたたたたたたたかたんいったたたったたんたた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 ん。
おい、ほんとかよ。なんかここ立たれたし、一回目読まなかった気がする。たっかたー、たかたんたったんたたたーたたたたかたかんたたたたたたんたたたたたーあったたん。できた？一緒に追いかけてみよう。せーの。たっかたーたかたんたったんたたたーたかたたかたんたたたたたんたたたたたーあったたん。見えてる？むずくない？なんかでもメロディーっぽいね。メロディーっぽい。はい、これでね、これでさ、毎回さ、みんなでシャッフルタイムして、そんでその時できたリズムをみんなで読もうぜ。そうするとリズム力がつくよって、ついちゃうんだよって。じゃあもう一回やってみようね。はい、1、2、3、4、5、6。はい、怖いよ怖いよ、読んでってよ読んでってよ読んでってよ。なんか一個足りなくない？こうなの？こうらしいよ。よし！やるぞ！はい！たかたかたたたたたたたんたあたたあたかたんたかんたたたたたんたたたたんたた。こっちの方がマシじゃない？マシだねこれ。やってみようか。せーの。たかたかたたたたたたたんたあったたあたかたんたかんたたたたたんたたたたんたか。わかる？これ毎回面白いね。これ毎回シャッフルしてさ、ちょっとやろうよね。でもうこの4分の4拍子ができるよね。どんな風にシャッフルしてもってなったら、違う、次8分の6拍子勉強していこうか。8分の6拍子のね、曲っていっぱいあるよね。みんな知らないだけで、皆さん歌ってますよ。8分の6。有名なね、歌とか、今、パッと思いつかないけど、あるよ。つぶさに恋とかね、誰が歌ってるんだったっけ、グループ名忘れちゃった。なんかてて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 てみたいなリズムは8分の6だから、うん、でああいうのもきちんと刻まないと、ちょっと曲に締まりがなくなっちゃう。でこういうことの積み重ねができてくると、今度ジャズに行った時に ね、年齢いくとちょっとジャズでもね、歌えないと格好悪いかなとかね、思う時が来るんですよ。で、興味ない人でも1曲2曲は、歌えないとなみたいな風になっちゃうわけで、そうした時にジャズに移行できない。ジャズがね、超下手くそになっちゃうの。でジャズはしっかりね、歌い上げるジャンルじゃないからね。ジャズはおしゃべりしてたらそれがメロディーになっちゃったよっていう、でそれを8分音符に乗せてたらみたいな、そういう8分音符をいかにうまく刻んでしゃべるか、いかに8分音符でしゃべるかみたいな、そういうね、世界で、しっかり歌い上げるジャンルではないんですね。でもポップスはしっかり歌い上げるジャンルだから、
だリズムも8分音符以外も正確に、もちろんジャズもそうだけどね、リズム正確に刻みますよ。でジャズの方がもっと厳しい、もっときちんと刻まないといけないので、これは最低限できるようにしといた方がいい。いいでですだって、いいです。じゃあみんなの嫌いなソルフェージュだってさ、これをさ、例えばね、これ聞いただけで耳コピーするとかっていうふうに、そのうちね、上達していくと、これをマスターしていくと、もう音符が浮かぶからできるようになるんです。そういう、ね、ピアノ習ってましたとか、習ってたことないからできないとか、もうそんな関係ない の、 誰でもできるんです。だって誰でもね、その耳から音を聞き取ることができる人ならば。なので、そうなるためには、耳をね、よくしないといけない。で、耳をよくするためにはどうするかっていうと、ソルフェージュだから。本当にソルフェージュだから。じゃあやるよ。えい。多分ね、顔しか見えてないんだよね。じゃあやるよ。はい。このピアニカだって立派な楽器だから、これでも音わかりますよって。ピアノじゃないと音取れませんとか、そういうダサい人にならないでね。これでもしっかり音取るよ。まずドレミファソラシドやるから、音聞いてください。やるよ。取れたんだけど、取れ、そ、もう一回やるよ。今出てきたか、答えはね、答え先言うね。ミーミーミーソーミードレーミー、うん、ミーミーミーソーミーレーミードだったのね。で、ミーミーはこれ、ミーミーソーミードレーミー、うん。で、次、ミー、どれでしょう。ミー、ミー、ミーだったよね。じゃあ、ミー、ミー、ミーだね。ミー、ミー、ミー、ソー、ミー。はい、またここで。レー、ミー、ド、ド。ね。もう早速これが出てきてるんだよね。ほら。ミーミーソーミードレミー、うん、ミーミーミーソーミーレーミードレーミードレーミードね。こうやって音がタータとか言われたら、あ、これだなとか浮かぶようになってくるから、またやってみましょう。またね、バイバイ。